雨模様のスタジアムでは試合開始を待つサポーターの声が高まってきました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、浦和レッドダイヤモンズが湘南ベルマーレと戦います。なかなか面白い組み合わせですね。どういう試合になるのか、まずは前半から見ていきましょう。こちらがホームチームのラインナップです。福西さん、4-5-1 のフォーメーションでしょうか。はい、中盤の5人をより攻撃的な形に配置していますね。ここを中心にゲームを組み立ててくるでしょう。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。一般的な 3-5-2 を採用しました。中央の守備が厚いシステムですね。浦和レッズは近年の J リーグでトップクラスの戦力を誇るチームです。積極的な補強が目立ちますね。今では J リーグ1のビッグクラブかもしれません。前半のキックオフ、まずはベルマーレボールです。今日のアウェーチームはカウンターを得意とするようですね。やはりこの試合でもカウンターを軸とした作戦で来るでしょうか。得意な戦術を使わない理由はないですからね。ボールを運ばせて後ろにスペースができたらボールを奪い、素早いカウンターを入れる、この作戦で行くでしょう。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。リードを奪いたい。入った、先制点。試合の序盤からゴールが生まれています。リプレイが出ます。スルーパス1本で決定的なチャンスを作りました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。すぐにパスを返しました。いいロブパスです。競り合いに強いですね。ボールをキープしています。タリク・エルユヌシ、田中、カットされます。ディフェンダーが読んでいました。しっかりキープしています。狙える位置です。浦和レッズ、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。これはクリアしきれないか。お手本のようなタックル。ボールをダッシュしました。ウェリントン、
ここからどうするのか。中を確認したい。高い位置でカットします。ホームチームのボール支配率が落ちています。スコアはリードしているので無理にボールを取りに行っていないようですね。しっかり守れているなら特に気にする必要はないでしょう。相手が触ったのでスローインですね。クロスのチャンス。タックルで阻止します。相手のチャンスを潰しました。ここで打てるか。ポストに当たって入りました。跳ね返った角度が良かったですね。少し外にずれていたら入らなかったんじゃないですか。ここで攻守が入れ替わります。さあ自ら持ち込んでいく。ポゼッションは相手に渡ります。アディショナルタイムが1分追加されました。岡本拓也抜いてきたぞ。中の選手にクロスを入れた。スコアは2対0。ここでハーフタイムを迎えます。この選手の力からするともう少しいいところを見せてほしい気がします。どうも攻撃の意識が低いですね。いろいろな理由があるんでしょうが、まずはボールを持って動けるスペースを作ること、その次に焦った判断をしないことでしょうか。このままでは前半のキックオフ、まずはベルマーレボールです。リードを奪いたい。入った。先制点。試合の浦和レッズのリードで後半を迎えます。慎重なパス回しです。中に入れてくるか。高橋亮、山田直樹、タリク・エルユヌシ、岡本拓也、ディフェンスボールを奪います。外に押し出されたようですね。スローインです。選手の交代があるようです。両チームともに準備をしています。
今のところポゼッションは浦和レッズが上回っています。自分たちのペースで試合を進めていますね。この状態を維持している限り負ける要素はないでしょう。伊藤、ショートパスをつなげていきます。相手の動きを見ている感じでしょうか。これは強い。ボールをしっかりキープ。岩波拓也、酒井宏樹、パス、続けてパス。試合もボールも支配しています。ボールを失いません。味方が上がる時間を作ります。これはゴールキックになります。伊藤、ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。いいタックルです。ボールがこぼれている。さあ一気に仕掛けるか。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。これはいいぞ。シュート、なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。岩波拓也、西川修作、ボールポゼッションは相手に渡ります。伊藤、江坂が当たる。今日は1対1のチャンス。タックルでボールを取り返す。アディショナルタイムに2分超えられます。伊藤、試合終了。ホームチームがこのリーグ戦で勝利を収めました。素晴らしい試合でした。2点差をつけての勝利。選手たちも自分たちのプレーに満足したんじゃないでしょうか。今後につながる活躍ぶりでしたね。よくやっていました。勝利につながるゴールを決めてくれましたね。リードを奪いたい。入った、先制点。試合の序盤からゴールが生まれています。ここで打てるか。